はい、じゃあ次参ります。じゃあ次アワビのお料理参りますね。でアワビはまあ、日本料理におけるやっぱり夏の初夏というか、まあ、江戸前の寿司でも花形というか、すごく高級食材でいいって言われてる部位にありますけども、生でやっぱり食べる派と、火を入れて召し上がる人が、まあ、2つの食べ方があるんですけども、僕は両方とも好きです。でやるときは例えば酒蒸しと、生を削いでさっとミニューツでソテーしたのを散らしたりしますけども、今日は真空調理をしたのをメインに持ってきましたので、こんな感じですね。真空かけて、今日は95度で3時間火入れてます。はい、もう後で食べてください食べてください後でこれで、これもさっきと一緒なんですけども、やっぱり香りが残ってるんですね。すごくアワビの、もちろん大根の香りとかもするんですが、アワビの香りがやっぱりメインというか、でこの汁も捨てずに必ず残しておいてください。そうですね、これ真空かけるときに、はい、殻に尖った部分とかあったら抜けてしまいますので、必ずこうやって保護していただいて。そうです、そうです。これリードペーパー重ねてやればよろしいかなと思います。はい、ありがとう。本当すごくいい香りがします。これは先ほど千葉の大原の。あ、そうですね。あ、今日大原だったっけ、どこだったっけ、島根、千葉か。はい、そうですね。はい、そうですね、千葉やっぱり生まれた土地なので、なるべくその意識はしてますね。でこの間出口社長に千葉の豚さんを使ったコンクールの審査員をやらせていただいたりとかして、千葉ってあんな豚いるんだって思いましたね。20銘柄ぐらいあって、もうどれがいいんだかみたいなあれですけど、結局自分の料理に合うか合わないかですよね、最終的に。もちろん皆さん生産者の皆さん一生懸命いろいろ作られてるので、こういった感じで、はい、まあ、肝と、はい、今日これをソースに使ってまいります。はい、これは真空にかけてからは冷蔵なんですか。火入れてからはもう冷蔵保存してます。これは冷蔵ですね。はい、はい、香りがやっぱり全然違うんですね、これ。はい、はい、でこの周りのまあちょっと硬いって言われてる部分もソース作りにはちょっと必要ないので、はい、ソースに使いますので、はい、ちょっと取らさせていただきます。はい、あとこのね、くちばしというか砂噛んでる部分があるので、ちょっとこれ外していただいて。はい、はい、これでね、ソース作ります。はい、そうですね、この硬い部分だけちょっと外して、くちばしの、はい、このちょっと餌食べてるところがあるんですよ。この、はい、ここがちょっと砂が入ってたりするので、なんかイカかなんか食べてますね。はい、昆布食べますね、これ。はい、肝も大きいですね。はい、でもちろん肝もね、このここの根っこの部分ちょっとまた砂噛んでるので、ちょっと外します。ゆうすけ、バットみたいなのあるかな。
肝もあの個体によってまだちょっと早いんですね、時期が。もうちょっとあの梅雨明けたぐらいが充実してきますけど、この真っ黒系になるんですね、これが全部こういうふうにまだらではなく、これからもっと充実、はい、これからですね、季節は。ちょっと野菜今日はね、うん、もうちょいあると嬉しいね。で、肝とこの硬い部分は、取れたということで。すごくいい香りですね、本当に。はい、あのお酒とですよね、大根おろしで。そうです、純米酒でパックして。そうですね。で、あの火入れた後にやっぱり一日やっぱり置いとくとすごく香りが戻って味も充実すると思います。はい、一日、そうですね、必ず置いた方がよろしいかなと。あ、大丈夫です、もうちょっと取っちゃいますね、もうこっちにしますんで。で、今からアワビの方に、ちょっと包丁目を入れていくんですが、このぐらいちょっと分厚めに切っちゃいます、はい、ちょっと端っこを食べさせていただきます、うん、これあのお腹空いてるわけじゃなくてですね、あの状態を見てるわけで、あと塩分濃度を見てます。今ちょうどいいですね、今。はい、してないです。あ、そうです、そうです、もう海水の味ですね。今からちょっと包丁目を入れて、十分これ柔らかく食べれるんですけど、軽くちょっと細かく包丁を入れてあげるとより食べやすくなりますんで。そうですね、あの外国産もありますし、はい、あの、まあ、地域によって漁の時期も違いますから、その辺はよく見て買った方がいいかなと思います。あと僕はあの日本海の島根県のアワビとかも好きですし、一番なんか値が張るのは、まあ、こっちの千葉の大原のアワビが一番値が張りますね。今やっぱりお寿司屋さんでも取り合いになってて、なかなかその大型のやつがこっちには回ってこないというのは現状というか。そうなんでしょうね。あれ、野菜ガルニと最初で、今からソース仕掛けてまいります。で、あとこの大事なのはこの吸水の塩分濃度をまた見とくことです。あ、ちょうどいいかな。もしシンクここで辛いなと思ったらちょっと水でいいです。はい、やはりお水でいいです、はい、オリーブオイルと今日は大白ちょっと垂らします。これごま油のチラシメオイルですね、大白オイル、よく僕使います。あのピーナッツオイルみたいな、なんかアラシードみたいな、そんなフランスにおけるニュートラルな辛み、あのオイルですね、この加熱に耐えられる。で、ここにまず、アイユとで、うちはね、あの全部エマンセなんですね。あの野菜はほぼエマンセでいきます。
ありがとう。あと純米酒、はい、酒と。で、冷たいオイル、冷たい鍋、冷たい食材からまずスタートしてください。でもこれはすでにもう火が入ったアワビですから、生からの状態でも同じようにすればできます。でも加熱をさらに、生からの場合は長めにしてください。これはもう完全に火が入っているものですから、クーリーにするときは全部の野菜に火が入って液体が沸いたらよろしいという考えです。唐辛子今2個用意してましたけど、ちょっと今大きかったので1つにしました。先ほどシェフが奥でガーリック切ってらっしゃったのを見たんですけど、はい、繊維を断つように。そうですね、縦じゃなくてさっきの玉ねぎと同じで横にして切ってます。エシャロットも同じようにこれ横の繊維で方向で切ってます。そうです、味が、はい、引き出せるような感じですかね、はい、でニンニクが少し色づいてきたら刻んだハーブ入れます。これはタイムとパセリの軸とローリエ、もちろん1枚入れるとかいろいろレシピありますけども、僕はこれ最終的に全部一緒に回してしまうので、こさないんですよ。もう全部ハーブも生きてるぞみたいな感じですかね。だからその量っていうのが非常に大事で、ローリエも刻めば回って入ってきますから、必ず最後まで生かしてあります。これでシャロット、シャロットも繊維に対して直角に切って薄切りになってます。なるべくここで塩ほんの一つまみ、野菜に対する塩ですね。これは本当に薄くですね、はい、そのハーブの生地もこうやってまたちょっと鮮やかですね、はい、これは直前にハサミでちょきちょきちょきって切りながら入れてください、うんうん、今日もちょっと事前に切らしていただきましたけど、これじゃない。クーリー。はい、じゃあそれでいい。これは？これがクーリー。あとアンチョビ入れます。今ここの段階でアンチョビ。オイルが熱い時にアンチョビ入れてください。これはまあ、ソース自体に肝に対して。また強い味を足せばすごく厚みが生まれるので、動物系、お魚系のちょっと強い味わいのアンチョビを当てます。これ塩辛とかでもいいかもしれないですね。やったことはないんですけども、まあ、珍味と珍味をぶつけるみたいな感覚です。そうするとより強い味になるので、でアンチョビの香りが今出てきて、うっすら野菜に色がついてきた状態、キャラメリゼーションのちょっと一個手前でいいです。これはで、はいはい、で唐辛子も役割果たしたので救出します。いいですかね、これだいぶ色が出てきて、でここでさっきの、肝と周りのちょっと硬い部分、はい、大根もちょっと入ってますけども、ちょっと入れます、はい、でこれはもうさっくり風味が移ればいいです。でここで純米酒、これ今匂い確認で、さっきのキルシュじゃないかなと思ってちょっと怖くなって嗅いだんですけど
この間一例事件がありましたね。キルシュを持ってきたやつがいて、あ、間違いなかったですね、はい、すぐ気づきましたけど、はい、でアルコール入れましたらもちろんアルコール飛ばしてください、はい、そうですね、はい、で、はい、でここでアルコール分をしっかりと飛ばすのが大事。あとは肝とアンチョビに対してのこれは日本酒です、もちろんバンブランでも構わないですけども、バンブランだと結構カイトの味が当たる時がありますね。ちょっと生臭く感じたりとか、あと酸味が強すぎる部分があるので、旨味に対して酸味を乗せすぎると今度消えるんですよ、味が感じなくなる。だから僕はもう肝は肝の味で取っといて、今日後でコンビネーションで合わせる野菜の方に酸味をつけていくとか、そういった整え方をします。酸味は結構怖いもんで、例えばソールムニエル上がった時にレモン汁をやたらめったらかけるとどうなるかと、魚の味が殺されますよね。フライもそうですけど、魚のフライとかも僕はそういう考えがあって、酸味は沿わせるのが好きです。例えば、ライムとかを超極薄に切ってちょこんと乗っけてみるとか、コンディモンですね、お菓子、薬味としてコンディモンとして乗っけるとかで、今アルコールが飛んだので、まあ、味をちょっと確認しますよ。そしたらここに計量してあったブイヨンドボラ油を入れていきます。鶏の出汁ですね。これで沸いてることが大事です。これ今合わせた瞬間もう沸いてますよね。これが冷たいのを入れて温度が上下すると、僕の考えなんですけども、すごくえぐみと生臭みがちょっと出てきてしまうので、熱いもの同士を合わせる。でここにさっきの、これは加減しながら入れてください。結構塩のうまみの濃い液体ですから、一部今ちょっと入れました。そうです、エッソンス、エッソンスドールモですね。エッセンスドールもアワビのエッセンスみたいなのを入れます、はい、で野菜今仕上げていこうか、龍介。でこれでですね、まあ火がだいたい僕は20分炊くんですけども、20分炊いたらこれをくず粉でリエします。くず粉でリエゾンして、あったかいうちにミルサー、コーヒーミルあるんですけども、これで回しちゃいます。で、温かいうちに入れて冷たいバターを入れてギューッとやると、実はパステしのはしなくても非常に滑らかなクーリーが出来上がりますので、非常にこれ便利ですね。もうこれは今日この場所のお借りしてるんですけども、うちの店ではもう何台かもう壊れてます、それぐらい使ってる。でもちろんこのままリエしないで回すという手法もあるんですけども、ある程度この吸湿損自体に濃度がついてるやつを回した方がよりつながっていくっていう考えがありますんで、実際やってみてください。でくず粉、これ吉野くずです。まさにパスク10シージャポネなので、もちろんフランス料理にはルー、ブルマニエ、マイゼナ、フェキュール、いろいろあるんですが、やっぱりこの魚系っていうか、まあ肝の味をマスキングせずにクリアに浮き上がらせるためには、このくず粉でリエゾンしたのが僕は一番好きです。ありがとうございます。であと今日は真空の技法1個出しますけども、これズッキーニ、花ズッキーニのこの軸の部分ですね。これちょっと塩と軽く胡椒、野菜に対して胡椒はほんのちょっとでいいです。でフルールドトンですね、このタイムの葉っぱをちょっとちぎって。龍介さん、トレハロースあるかな。後ろでもモニターがつながってて更新してるんですよ、僕今独り言で騒いでるわけじゃないので説明しとかないとあれですよね。龍介さん、アロウィ、来た、ちょっとトレハ、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 
あそこか、あった、センキュー、あ、書いてある。でトレハロースをちょっと入れます。これあの、トウモロコシでんぷん由来の糖です。僕はこの、まあ、砂糖ちょっと入れるところをトレハにしてます。生臭みを取る、浸透圧が早い、あとは甘みが少ないっていうのがあるんですね。それで、まあ、すごく漬けた状態を作り出します。でオリーブオイル少しかまして、でこれ真空パックしていただけますか。もう強くジュワーッと袋で、あれも今日はあしらいで使いますので、じゃあ他のやつを今揃えていきます。もう温度いい、ちょうどまだ、これ交換お願いします。あ、すいません、結びました。すいません、いきなりステーキみたいな感じですね。これ、あ、違うか、マスク取れ。ちっちゃかめちゃうんですよ。じゃ今から今日は、グリーンの野菜、今ちょっと初夏でいろいろ出てきましたんで、漬けたもの、あと茹でたもの、あとは、素揚げにしたものをちょっとバリエーションで、クーリーと、ミントと一緒にちょっと合わせていきます。でこれ紅エコ今日持ってきたんですけども、これは今日は全粒粉の紅エコなんですけども、そうですね、南仏イメージするならひよこ豆の粉とかでもいいんですが、分量書いてないね今日ね。今から言います。3対3対1の法則ってありまして、例えば小麦粉だったら大さじ3杯、フェキュール、なんだ、じゃがいもでんぷんを大さじ3杯で、1杯の、ルビュールだからなんだあれ、ふくらしこ、ベーキングパウダー、ベーキングパウダーで、それをぬるま湯で溶いて、オイルを大さじ1杯入れてください。オイルはもうオリーブオイルでも何でも構わない。今来ましたね、そっち。で花ズッキーニの花はベニエで仕上げますので、はい、内側にうっすらつけて、はい、うん、お花を咲いて開いてる感じ。そうですね、はい、こちらも出来上がりました。もうさっきの大根状態と考えてください、はい、もう調味料はもう今染みてますので、あと紙用意しておいてるんですよ、うん、であとこちらも素揚げしていきます。はい、ししとうそのままもうあの包丁で穴開けて素揚げしてください。こういった感じで、あのこれ実はあの1時間経ってもへたらない配合なんです。あのなぜこれをやったかというと、フランスであのアントナーさんのところで働いてる時にパーティーがあって、お前ジャポネだろって言われて、チュコネ天ぷらって言われてですね、天ぷら知っとるかって言われて、あ、知ってますっつって、パーティーで出したいんだかって言われて、パーティーではちょっとっつって、でへたらない配合ちょっとやってみてですね、あのずっと永遠にへたらない配合なんですこれ。だからすごく便利ですし、今うちの店ではレギュラーとしていろんなものを揚げてます。今エスカルゴをですね、ベニエにして揚げたりとかしてますね。あの主婦の秘密の配合ですか。いや、もう今発表しました。そうなんですね。いや、秘密の配合、秘密でも何でもないですね。でも下手がないってすごいですね。そうですね、はい、すごいと思います。でズッキーニもこれちょっとさっと油通しみたいな感覚で、はい、表面がうっすら茶色くなったらもう OK です。はい、で焼いた香りをちょっとつけるのと、
こっちもだいぶいいの でこれはあの完全に火が入ったらリエゾンして、さっきの説明通りクーリーにしてください。で今日も事前に仕込んだのを持ってまいりましたのでドレッサージュしたいと思います。ではちょっと塩当ててくれる、軽く。はい、ではでは、これは、ああいい、でこれでちょっと野菜あえちゃうわ、あのこのキウイソンと軽くでいいよ。はい、軽く軽く、今から野菜に味してまいります。はい、ビネグレットはあとこれか。はい、でシシトウはそのままですね。はい、オクラはまあ半割りにして、切ったそばから冷やしていくんですか。そうですね、粗熱取る感じです。はい、でビネグレットですね。これうちの特製ビネグレットで、ベースがマスタードとカラマンシービネガーですね、柑橘のビネガーと鮎の魚醤と、太白オイルだよね。はい、あとそれだけだっけ、最近僕作らないんでビネグレットと、あとさっきのキウイソンありましたね、あのこのアワビの美味しい汁をちょこっと入れてあげてください。オリーブオイル、だからおソースと野菜に両方いってるってことですね。アワビ出してくる？あと先ほどの、真空マリネしたやつ。ちょっと食べますよ。あの独特の食感になります。これリンゴとかやると非常に分かりやすいんですけど、一時期あのエルブジのペランさんがクリュって名前でこの生なんだけど味が入ってるみたいなのを一時期披露したことがあるんですけども、で先ほどのクーリーを冷やしたもんです。これはい、肝ソースです。そうですね、冷蔵で置いとけばいいと思います。であとはまあ、あのバリエーション色とりどりで乗っけていけばいいと思いますので、このアワビの上にも先ほどのちょっとソースがかけられました。そうです、ビネグレットちょっと垂らして、これキュウリですね。そうです、あの間にミントの葉っぱを入れながら巻き込んでます。これはあの花丸きゅうりってやつですね。あのきゅうりのちっちゃいきゅうりです。はい、そうですね、あんまし胡椒を効かせると
野菜のやっぱフレーバーってなくなっちゃうので、うん、僕はそんなにしないですね。はい。まあこのぐらいで。これすだち、はい、さっき言ったあの酸味をあの後から入れるっていう考え方ですね、はい、アワビの上に、はい、木の、そうですね、あと木の芽とかね、こうやってあしらうと非常に、そうですね、あとミント、はい、まあそんな感じ、はい、あとさっきあの揚げたやつなんです。これはあの来て昼に揚げたやつです、はい、まだこんなサクサク状態になってる、はい、本当ですね、サクって言ってます。そうですね、いろんなバリエーションでやると、はい、あの料理っていうのは面白いかなと思います、あとこれミン、パセリオイルのパウダーをちょっと、これあのマルトセックっていうあのでんぷん質でオイルと合わせてオイルパウダーになりますけども、ちょっとアクセントで、かわいい色です。ありがとうございます。これパセリオイルの元ですね。パセリオイル。はい。なんかすごいです。花畑みたいになりました。こういった感じで。はい。出来上がりました。はい。こんな感じで正面。で、緑の野菜と、そうですね。今初夏の野菜とアワビを合わせて。でエッセンスを野菜とソースと全部一緒に絡ましていくっていうのが大事で、アワビにはあえてエッセンス入れなかったのはビネグレットだけで味を際立てたかっただけです。それ、はい、全部が全部同じような味にならないで1個だけ浮き上がらせると非常に、すだちだけの酸で食べていただくっていうのを考えです。はい、じゃあ2品目終わりましたね。はい、はい、ここで質問ありますか。じゃあ一回出そうか。大丈夫ですか。